はい、おはようございます。ジュエリー根本、根本光井でございます。今日は何日だ、19日なのも、嘘、まだあれだね。18日水曜日です。全然曜日の感覚がないというね。ですね、まあ今日はね、曇り空ですよ。バッチリ、なんかね、今までのね、冬晴れっていうのがない感じですよね。はい、ちょっと寒さが身に染みる感じの天気でございます。ものすごいなんか寒いなーっていう感じになりますね。皆さんのところはいかがでしょうか。昨日なんですけどね、実はね、昨日ね、吉野家の牛丼に行ってきたんですよ。いや、今コマーシャルがやってるんですって。で、それで牛すき鍋膳っていうんですかね、あれ食べてきました。あれ結構いい感じっすよ。あの、何 ?580 円でさ、まあ、コンロっていうか、あれ、固形燃料なのかな、火ついてて、普通にしっかりあって、まあ、ご飯、大盛りの方がいいよね、あれ。どうせ食べるんじゃね。いっぱいありすぎてね、足りないみたいな。580円であれだったらば、いや、普通の吉野家に行ってあれを食べようと、まあ、僕が行った時には、ちょうどたまたまそれ頼んでる方が前に2人ぐらいいたぐらいなんだよね。いや、結構いたんだけど、10人ぐらいいたんだけど、そんなになくてね、食べてらっしゃる方が、どんなもんなのかなと思って聞いたら、みんな普通に牛丼大盛りみたいな。牛丼並みみたいなね、感じだったので、そんな頼む人いないのかなと思ったらね、で、まあ一応ね、試しだから食べてみようみたいなので、一旦食べたらば結構良くて、あれいいね。あれちょっと気に入っちゃったね。結構力入れてるね、あれ。大丈夫なのかな、あれ。って感じます。まあ期間限定なんでしょうけど、多分ね、夏はやらないからね、あんなね。いや、いろいろカレーがあったりね、うなぎがあったり、なんかいろいろしてるけど、今回のは結構好きよ。好きよみたいな。好きやじゃないけどね、好きです。ただね、まあ、ちょっとね、食べるのには時間かかるっていうのと、吉野家の牛丼って考えるとちょっと時間かかるのと、やっぱ食べるのにね、時間かかりますよ。はい。で、卵もつくから、いろいろ卵ついて、卵ついて、普通に鍋ついて、あと味噌汁がないから味噌汁頼もうかなと思ったんだけど、まあいいかと思って。だけど、まあそう、ご飯がちょっと普通盛りなんだけど、こんなに食べられるのかなと思ったんだけど、結構たっぷりと食べられちゃって、ちょっとね、すき焼きが余っちゃうみたいな。まあもちろん生じゃないので、牛すきっていうあれではないんだけど、結構ね、お腹いっぱいになりました、あれで。でも、ご飯おもりがいいかな。まあ、そこまでね。はい、ですけど。はい。まあ、580円だったでしょ。ただね、ちょっと気になるカロリーは、1140弱みたいな、あるので、1100キロカロリーってすごいね、みたいな。まあ、やっぱあるんだなと思って、ちょっとびっくりはしたんですけどね。まあ、そんなこんなで、ね、結構ね、美味しくいただいて、ぜひ。うちの近所にあるもんですから、ちょっと行ってきました。はい。ということで、今日の心掛けです。想像以上の喜びを提供しましょう。想像以上の喜びを提供しましょう。はい。そうですね、想像以上、やっぱサプライズ。ね、サプライズってのは本当にいいですよね。僕好きなんですけど、サプライズを演出するっていうのは。僕の仕事の中でも あるんですけど、やはりね、想像以上の結果っていうのがサプライズになるじゃないですか。まあ、想像の範囲内だとそれだけですよね。
これだけってことはないけど、想像でまあ、ああまあこんなもんねみたいな、なんだけど想像をこう飛び越えると感動に変わるじゃないですか。なのでそういうね、仕事を一応メインとして僕はまあメインじゃないけどそれを目指してねやってる、想像以上のね喜びを提供できればななんていうふうに思っているので、なかなかねそれちょっと考えたりね一件一件を考えないといけないのでかなり大変なんですけど、まあそれでその分情報もねないとわからないじゃないですか。ただの物売りっていうとね行ったり来たりっていう話なのであれなんですけど、やっぱりね想像以上を超えるのにはやっぱり必要必然の努力というのが必要になってきますし、情報前段階前情報じゃない前の段取りというかね必要になってくるので、まあ、そういうの大切だななんていうふうに思ってます。まあぜひねそれがやっぱり自分になんかね返ってくるような気がするんですよね。実は僕はあんまり怒らないって話も以前にしたんですけど、じゃね、僕が怒るとその反動で僕も怒られるっていうね、怒りを買うっていうなんかね原則なんですよ僕の中で。だからいやね本当なんか怒る回数が多ければ多いほどなんかね怒りを買う回数も多くなるので、そういう部分ではぜひですね喜びをね与える回数が多ければ多いほどやっぱり喜びを与えてくれる回数も喜びが返ってくる回数も多くなるのかななんていうふうに思ってますので、ぜひですね皆さんもそういった部分ではなんかこのサプライズとかね喜びを与える仕事ってじゃない仕事、そういうふうな周りの関係になっていただきたいななんていうふうに思ってます。はい、ということで、今日ですね12月の18日クリスマス目前ですが、今日はちょっと寒いお天気ですね、今日はこれも光らないで済みましたなんてねいつもビカビカ光ってますからね最近はね、直射日光が、ね、まあ、目が痛いみたいなね話もよく聞きます申し訳ございません。はい、ということでですね、まあ今日もですね、今日は根本さん実はですね、1日会議ということで、缶詰になっている、まあ1日でも今後から会議なのかな、ということなんですけど、まあいろいろやっておりますんで、まあね、何かございましたらば、ご連絡いただいてということです。まだお店におりますんでね、はい、クリスマスシーズン、昨日もですねいろいろお客様いらっしゃっていただいて、賑わっておりますんで、ぜひですね、お買いそびれないようにしていただきながら、楽しいクリスマスを迎えていただきたいなと思います。ではですね、今日も一日、宝石に負けない輝きを放っていただく一日になりますようにお祈りしながら、今日も一日スタートしたいと思います。よろしくお願いします。